はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、本日はですね、大変貴重なギターといいましょうか、好きな人はたまらないです。今日はヤマハファン、そして FG180 赤ラベルファン、そして、オールタン版でなんかいいギターなかなっていう方、最後まで見てください。こちらね、ヤマハの FG180 赤ラベルなんですけども、当時もんじゃなくて、これ50周年記念モデルなんですよ。2016年製ね。当店でもジャパンヴィンテージのアコギの中で、やはり 1,2 を争う人気といえばヤマハの赤ラベル180なんですけども、こちらはね、1966年に、FG がデビューするわけですよ。当時 FG150 と180、66年にデビューします。で、ちょうど2016年の時に50周年記念ということで、このモデルが、400本限定で出ました。オール単板です。当時はご存知のように180ってオール合板じゃないですか。それでもね、ご存知のようにめちゃくちゃなるんですよね、バカなりっていうかね。で、これに関して言うと、トップは、シトカスプルース単板 ARE 処理されています。サイドバックはマホガニー単板、ネックもマホガニー、シバンローズウッドですから、当時の50年前の FG とは全く違って高級ギターの仕様になってます。ただね、こちらの過去ヤマハさんも FG 関連でいうと、ザ FG っていう、この見た目180的なのを出しましたけども、あの時もオール単板でしたが、あの時は国産でした。ですから定価も20万近かったのかな。そこそこ高級ギターだったんですけど、今回に関しては中国工場で作ることでコストを下げて、ね、誰でもちょっと手に届きやすい価格帯にしたってところが特徴だと思います。さあ、それじゃあね、2016年製ですから、7年くらいですか経ってますけども、めちゃくちゃ状態いいです。綺麗です。そしてね、純正のハードケース、これがまた立派、めちゃくちゃ高級。じゃあ、その辺をこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。まずボディートップね、見てください。これめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっとほとんど傷っていうか、ここにね、浅いなんていうの、ダコミだ、うっすらあります。傷っていうか汚れなのかな。さっき磨いたんですけど、ここ取れなかったんで、薄い傷ですかね。これぐらいですね、ボディートップで。ピックガードは表面の保護シートまで剥がされてませんから、これ取れば完璧ですよ。はい、こんな感じ。さあ、見てください、中、ちゃんとほら赤ラベル作ってます。 FG180、ね、50周年記念モデルということです。フレットはね、そうだな、8割ぐらいかな、まだまだそんな使ってません。指板も綺麗です。そしてね、こちらこういきますよ、ほら、ちゃんと当時のね、トラストロードカバー、ちゃんと綺麗に再現してます。そして見てくださいよ、これマニアたまらないでしょ。これ初期のロゴですよね。これ60年代までこのヤマハロゴです。で、70年代入るとオンサマークに変わるというね、ヘッドの形も若干変わるんですよね、 FG って。いろいろ分かるかな。ちょっと後ろにしてみます。そして当然のことながら、こちらヤマハのロゴ入りのオープンタイプのペグです。これ新しいこのパーツだけでも出してくれると出るのかな、ヤマハさん調べたら。当時の FG に付くんでしょうかね。これ欲しい人多いと思うんですよね、当時の赤ラベルオーナー。さあ、そしてネックの後ろ、これも綺麗です。本当状態ですよね。はい、後ろもね、小さなね、擦り傷みたいな、ここに1箇所あるぐらいかな。あとは綺麗、すごく綺麗です。サイド、問題ない、めちゃくちゃ綺麗。はい、こちらもめっちゃ綺麗です。ちょっと置いてみますね。さあ、そしてね、こちらこのね、ヤマハのほら、純正ハードケース、これが立派。ちょっと中開けてみますね。はい、こちらめちゃくちゃ状態がいいですよ、ハードケースです。じゃあ開けてみます。おー、綺麗。さあ、中に何入ってるかな。あ、これがね、書類入ってるんですけど、これがね、記念のほら、50周年アニバーサリーって、これステッカーなんですよ。これたまらないね、好きな人にはね。こういったのが全部ついてます、ほら、オールソリッドね、
鍵とかも全部入ってます。じゃあこちらにですねギター入れてみましょう。さあどんなかな。あ、ぴったり。ほら最近のケースはもうぴったりなんですよ。ほらめちゃくちゃ高級感ありますね。はい、ヤマハの FG180 赤ラベルの50周年記念モデルオールタン版です。よろしくお願いします。はい、いかがですか。めちゃくちゃ綺麗でしょ。さあそうは言ってもね、問題は弦高です。弦はいつものようにエリクサーのカスタムライト貼ってます。6弦の12フレット上で約ですけど 2.2 低いナット幅44mm、 そして、そうだな、この握りはね厚くもなく薄くもない U シェープって感じでしょうかね。さあじゃあ早速音いきましょうか。まず開放弦で、おお、やっぱオール単板のせいでしょうかね、低音が来る。もう散々さっきね、あの弦張っていろいろ弾いてたんですけど、僕も散々ほらあの過去当店で FG180 赤ラベル当時のね弾いてますけど、やはりね圧倒的にこのオール単板っていうせいもあるんでしょうけど、低音が全然出ます。ちょっと指で弾いてます。サウンドホール真上、ほら、うわ、ブリッジより、どうです、お分かりいただけるでしょうか。あの僕過去ねその180動画で紹介した時によく、まあ、これいい意味で言ってるんですけど、バカなりするっていうね。そしてその時に、まあ、決して品のいい音ではないって、悪い意味じゃなくて言ってるんですよ。すごい野生的でなんか雑草魂的な、僕そこが好きなんですよ。もちろんあの赤ラベルの、ただこのねオール単板の50周年記念モデルに言うと、はっきり言って品はある、品がある。で低音もやっぱ出るから、やっぱ高級な音してますよ。ただそうは言ってもじゃあワイルドさはないのかというと、それなりにあるんです。実はピック使うと特に、ほら、ね、なんとなくやっぱ当時の赤ラベルっぽいワイルドなバカなり感がやっぱするんですよね。なんだろうこれ、優等生風に見えて、学校帰りに着替えると別人になるみたいな、そんな感じもしますよね。いやすごいこう二面性を持っているような、指で優しく弾くとめちゃくちゃ品があるんですよ。ほらめっちゃ綺麗でしょ。でもストロークでガツンとやると、ほら、あの冒頭もお話しましたけど、赤ラベル当時のね、あの18も持ってるから、これ持っている方、これもう一本買ってみて、並べてみて、それ引き比べてみて、50年の歴史、ヤマハの歴史、そのね50年の間にこの ARE 技術というのも出ましたし、これはちょっとヤマハファンでなくてもちょっと欲しいかも、一本オール単板。さあじゃあお値段、先ほどのね高級なハードケースも付きます、なんとお値段がこれ当時ね、あの10万円だったらしいんですよ。当時これいくら中国工場でも破格じゃないの。それがなんと今ですね、さっき見たら一番高いところでも一番高いの19万ぐらい出てたのあったんですけど、当店はお安く提供いたします。なんと税込みで12万8000円です。よろしくお願いします。ちょっとヤマハファンたまらないね、これだけ状態いいですからね。まあ、ちなみにですけど FG180 までさっきの当時ものね、もう最近はね正直状態のいいの少ない。そして皆さんあのギターファン詳しいと思うんだけど、初期の70年代前半の FG ってやっぱりどうしてもここがねブリッジ薄いし、もう
ね、あの原稿を下げるのが難しくて原稿高いの多いんだよね、正直。ですから引きにくい個体多いんですよね。ですからそういった意味ではこちらの最新のギターの方が、最新というかね、新しいギターの方が非常に精度が高くて、原稿も低いですから弾きやすいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。ということで本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。